石井智博。石井智博。石井智広、1975年12月10日大は、日本のプロレスラー、新日本プロレス所属、神奈川県川崎市出身、身長170センチメートル、体重100キログラム、学生時代は野球に熱中していた、1996年に、天竜玄一郎率いる王に入門し、 1996年11月2日の超伝戦士バトレンジャー Z 戦でプロレスデビュー。長らく前座戦線で武骨なファイトを繰り広げた。天竜が新日本プロレスに参戦するようになると、付き人として新日本の巡業に帯同。試合出場はなかったものの、練習には参加し、王谷慎二郎、高岩隆一、剣道家臣などとスパーリングを行い、研鑽を積む。 1999年フリーへ転身し、インディーマットを転戦。その後、FEC を経て、2002年9月に、聴収力がサイパンで合宿しているところへ、単身乗り込みでシーりを直訴。合宿では、厳しさを叩き込まれるも、へこたれることなく、耐え抜き、WJ プロレス所属選手となる。2003年8月に、WJ アングマグマハイトーナメントの決勝で、 コーチマサミツを破り、優勝。2004年6月に、高井は隆一とのタッグで、無意、インターナショナルライトタッグ王座を獲得した。8月11日付で、WJ を退団。選手会長として、立尺氏市代表と共に新たに、力プロを立ち上げ、ファンクラブ、友広会を発足させるなど、力プロの若頭的な存在として知らしめた。 2006年6月より新日本の矢野2とタッグを結成し、マカベガ・タナギコシナシロ組と構想を繰り広げ、同団体のリングを主戦場とした。また、同時期に矢野と共に GBH へ合流し、敵対関係にあった新壁、越中と共闘する。2008年7月12日、新宿フェイスで行われたウーヘビー級選手権試合でマンボス・佐々木を破り、 同王座を獲得した。2009年4月、中村晋介、矢野が立ち上げた新ユニット、カオスの一員として活動。井上渡るや、タイガーマスクを相手に構想を繰り広げたが、いずれも敗北を期している。2011年11月12日、パワーストラグルにて、長田博士とのシングルマッチで激突。長田のバックドロップホールドで、ピンフォール負けを喫したが、 山崎和夫ら解説人からそのファイトが絶賛さ、石井コールを湧き上がらせる奮闘を見せた。2012年5月、イーワングップインターコンチネンタル王座を保持する後藤博士王旗を襲撃し、20日に同王座に初挑戦。11月19日には新設されたネバー、無差別級王座の初代王者決定トーナメントに出場、特に準決勝で激突した田中正人との試合は、 大会ベストバウトとの呼び声が高かった。12月には中村をパートナーに、桜庭和志柴田勝頼組と対戦したが、桜庭からギブアップ負けを喫している。2013年2月3日、ネバー無差別級王座を保持する田中とタイトルマッチで、対戦、田中のスライディング D で敗れ、王座ダッシュとはならなかったがこの試合は、評判となり、ワールドプロレスリング解説者、 金沢勝彦による途中継を見た藤田和幸も称賛していたという。3月に開幕したニュージャパンカップでは3年ぶりにエントリーされ1回戦で小島聡とと対戦しピンフォール勝ちを収めた。8月 G1 クライマックスに初出場。最終日を待たずに予選落ちが確定してしまうが柴田勝頼や優勝候補の一角とされていた。 棚橋博から勝利を収める活躍を見せた。2014年2月11日、内藤哲也の保持するネバー無差別級王座に挑戦。ピンフォール勝ちを収め、第三代王者となり、新日本プロレスに上がってから7年8ヶ月で、初のタイトルダッシュとなった。しかし6月29日、高橋博次二郎に敗れ王座から陥落した。10月13日、 キング・オブ・プロ・レスリングでのリマッチでは高橋に勝利し、王者に返り咲いた。2015年1月4日、レッスル・キング・ダム級でマカベガ・タナギの挑戦を受けるも、敗北し、王座陥落となった。2月14日、ザ・ニュー・ビギニングで新壁とのリマッチが組まれるも、新壁がインフルエンザで欠場、王座返上となり、代わりに、本間友明との王座決定戦が組まれ勝利。 再び王者となりも、新壁を倒してからトイーベルトを腰には巻かなかった。4月29日、熊本大会で新壁と対戦するも敗れ、王座から陥落した。7月5日、大阪城、ホール大会で3度真壁と対戦するが、これも敗北。10月12日、キングオブプロレスリングで、初めて新壁に勝利し、4度目の王座大会となった。 2016年1月4日、レッスルキングダム10において、タッグマッチで3連敗を喫している、柴田勝頼の挑戦を受けるもピンホール負けを喫し、再びネバー無差別級王座から陥落した。2月19日東京、後楽園ホールにてロデリックストロングを破りロー、世界 TV 王座を獲得した。新日マットにおいて、自身2個目のシングル王座獲得である。 5月3日、福岡国際センターでは、地震初となるイーワグップヘビー級王座の挑戦者として、内藤哲也に挑むも、敗退となる。5月8日、アメリカ入りの一周シカゴにおいて、同世界 TV 王座の3度目の防衛ならず、王座から陥落する。2017年1月4日、東京ドームにおいて、王者玉トンがタンガロア組にマカベガタナギ。 本間友明組との3部 A マッチを制し第73代 E1 ウップタッグ王座に君臨。パートナーは、矢野2。新日本マットで初のタッグ王座を獲得した。しかし3月6日、大田区総合体育館にて3度目の防衛に失敗し、天山広吉、小島聡組に王座を明け渡す。7月、ノーウィッキー G1 スペシャルイン USA。 ノーウィッキーにて行われた初代イーワグップヘビー級 US o ザ決定トーナメントに出場。1回戦で内藤哲也、2回戦でザック・セイバー・ジュニアを破り決勝戦に進出。メインイベントの決勝でケニー・オメガと戦い変欲の天使で敗北。準優勝に終わった。8月 G1 クライマックス27に A ブロックでエントリー。 永田博吉橋、内藤哲也、真壁が棚木を破り8点を獲得するも、棚橋博に破れ決勝進出はならず、同点体の3位で終えた。死である天竜や長州を彷彿とさせる、パワーファイトが心情。ワールドプロレスリング解説者の安田博無良からは、昭和プロレスの原型と称された。普段は少ない技で試合を組み立てるが、大一番では、 バリエーション豊かな切り返しを見せ気候派としての一面もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。